先ほど30分ほど前から上空雲に覆われポツポツと雨が降っていました。そして10分ほど前から重機が入り現在撤去作業が行われています。行方不明者の捜索活動は夜を徹して行われる予定でしたが今日未明強い雨が降ったため午前3時20分頃から中断。国土交通省の職員が現場の状況を調査し午前10時40分捜索活動が再開されました。今日は安倍総理が被災現場を視察する予定でしたが現場の混乱を避けるため中止になりました。再度調整するということです。またボランティアセンターには800人以上が詰めかけ作業を行っています。警察によりますと死者は新たに1人増え50人になりました。また1人の方